小川平吉、小川平吉、小川へ、行吉、1870年1月2日、明治2年12月1日から1942年、昭和17年2月5日は、日本の政治家、弁護士、郷は山、東京府平民、衆議院議員、国政院総裁、司法大臣、鉄道大臣等を歴任した、警視総監再藤時の義理父、 1892年、明治25年弁護士となり、1901年、明治34年、この絵集まろに従って、上海の東和道文書院創立に参画。1903年、明治36年衆議院総選挙に出馬当選、以来当選10回。日露主選論の急戦法となり、1905年、明治38年日比谷焼打事件の首謀者として、 投獄され無罪。声優会に入り同会幹事長を経て1920年、大正9年、原高市内閣の国政院総裁。1925年、大正14年に、加藤孔明内閣の司法大臣となり、渡辺千明、山岡万之助、赤池の王、北銀吉、北一期の弟らと共に、日本新聞の再発行を開始し、日本主義を主張した。 1927年、昭和2年、田中義和内閣の鉄道大臣。1929年、昭和4年史鉄疑国、売り訓事件に連座して逮捕され、1936年、昭和11年懲役2年で入国。政界を引退。1940年、昭和15年御社。鉄道大臣当時、全国の駅名を右横書きにし、 説明のローマ字を廃止した。平基地には、タコ入道、小川平、ズル平といったあだ名が付けられていた。品の国諏は軍後社山神戸村、現、富見町出身。五福商人、小川金蔵の三男。少年時代から、わんぱく坊主だった。小学校時代、五社山神戸の随雲寺が、教室に当てられたが、平吉はご本尊を抱いて歩いて、先生を困らせた。 11歳の時、諏訪明神城車へ仲間と遊びに行って大喧嘩をした時は自分より二つも三つも年上の子供がいたが小川が総対象になった。一旦逃げて坂の上に隠れた小川方は追ってきた神谷城勢を一人ずつ石で狙い撃ちしてやっつけた。やられた神谷城勢の親は4トル以上離れた地野市、木船まで追ってきたが逃げ延びた。 その時の石投げの命令、逃げ道の選び方は、後まで語り草になっている。14歳の時、勉強がしたくて、草刈りに行くと、野良へ出たまま上京。途中交付の旅館で、家の人に捕まったが、とかく行動的だった。上京して、明治法律学校や東京大学古典講習科に入学したが中退。不景から管理になることを期待され。 司法省政策法律学校、東京大学予備門へ合併され、後に第一高等中学校と解消されるに入学。1889年、明治22年帝国大学法科大学仏法科、現、東京大学法学部へ、進学。1892年、明治25年卒業、大原人、翌年弁護士法が施行され弁護士になるとなった。同年分家して、 一家を創立す。1900年、明治33年立憲政友会の結成に参加。1902年、明治35年第7回総選挙に、軍部から立候補、落選する。1903年、明治36年総選挙に立候補し、衆議院議員に初当選する。伊藤博文総裁と政権が合わず一時政友会を、脱党。1905年、 明治三十八年日露講和条約締結に強い反対を唱えて日部屋焼き打ち事件を引き起こす発端を作り公うの広中大竹寛一らと共に逮捕されるが証拠不十分で無罪となる。一九百十年明治四十三年声優会に復党。九百十五年大正四年声優会幹事長となった。百二十三年十二月十七日の 虎ノ門事件、天皇暗殺未遂の翌日に、思想団体聖展開を発起し、また北銀吉とともに、日本新聞を主催して、国粋主義を提唱した。そもそも聖展開と、日本新聞は、不利の関係で、双方の会員である者は、井上哲二郎、井予良造、坂東信夫、花井拓造、蜷川真、本田熊太郎、遠山三大木縁吉、大島健一、 東条秀樹、若月玲次郎、鎌田栄吉、原義道、長田哲山、荒木貞夫、長田秀次郎、加計勝彦、川島拓吉、上杉新吉、この江文丸、北里柴三郎、金杉英五郎、江木和幸、平沼紀一郎、星野鈴、長崎英三、鈴木梅四郎、若宮宇之す綾川竹春、国本社、中谷武次郎、 中井春吉党。1925年、大正14年第一次、加藤孝明内閣、五県三派内閣の司法大臣に就任。4月に治安維持法を成立させ、8月2日に退任した。1926年には、野党立憲政友会議員として、大虐罪となった、撲裂事件は、取り締まりが甘くと、国体関連も薄いとして、森務と共に、 与党県政会の若月内閣を追求し、帝国議会を空転させた。1927年、昭和2年、田中義和内閣の鉄道大臣に就任。1929年、昭和4年5つの私鉄の買収に絡む、収賄の疑いで起訴され、市ヶ谷刑務所へ留置される、五私鉄人国事件。1936年、昭和11年9月第一人で、 懲役2年の判決を受け、議会を剥奪される。政界から引退する。1942年、昭和17年2月5日死去。葬儀委員長は、東山光東京朝日新聞は、小川の死亡記事に二段という破格の見出しをつけ右翼の大立物頭三番の談話を載せた。東山は、小川君は、日本精神で終始一貫した人だった。 私との交友は随分古いことだが、日露戦争が避けがたい情勢となった時奥熊、伊藤、松方などでは、腰が弱くていかんというのでこのエコ文踏丸の先代厚間路公を主犯に、政官内閣を樹立しようと、小川らと骨を折ったものだ。不幸、厚間路公は創生されたために異ならなかったが、小川君はその頃から尊敬すべき国士だった、と述べた。 正界発出馬は1902年、明治35年8月の第7回衆議院議員総選挙。当時の平吉は貧乏弁護士であり、木綿の紋付きより他に持ち合わせはなかった。これを見た友人の矢森一太郎が気の毒に思い、自分のフロックコートを脱いで着せた。仮着のフロックコートはダブダブだった。これを着て街頭へ出たところ、かかしの化け物が来たと陰口を叩かれた。 だが、珍妙な服装にもかかわらず、演説の方はピカイチだった。堂々と、天下国家を論じ、その抱負を述べたので一躍人気スターとなった。開票の結果は1473秒。わずか37票差で落選した。小川は、国粹主義者だった。日露戦争前の議会では、主戦運動の先鋒となり、1905年、明治38年9月。 日露戦争講和の時には、戦いに勝ちながら、屈辱的講和を成すとは何事だと、日部屋焼き打ち事件を引き起こし、日韓合併にも積極的に動き、第一次世界大戦後、左傾思想が盛んになると、治安維持法の制定に手こ入れをし自分でも日韓し、日本を創刊して、左傾思想に対抗した。治安維持法制定にあたっては、 無の民にまで及ぼすというもときことのないように、十分研究考慮をいたしました。決して思想にまで立ち入って圧迫するとか研究に干渉するということではないと議員で答弁した。鉄道大臣在任中それまで左書きだった、駅名表をすべて、右書に改め、国水大臣の異名を取った。小川は、鉄道大臣を辞めた2ヶ月後、5つの私鉄買収に、 絡む収賄事件で起訴され、留置された。中村勝美著、新州の大臣たち56ページによれば、大臣在任中の2年間に、200近い私鉄の営業許可を与え、その上、田中義和内閣が瓦解する直前にも、その置き土産といって、十数本の私鉄不設を許可した。しかもそのほとんどが、国鉄や私鉄他社の平行線だったので、都閣の噂を呼んだ。という。 ことに、田中義一内閣が会直前の時期に集中して乱発された路線不設免許の大番振る舞いは、名判官で最終的に直接競合することになる路線を構成する二車線に対して同時に認可を与えるなど、交通政策上矛盾したあまりにずさん極まる内容であり、空前の愚策であるとして各方面の非難を浴びた。臨時議会の時、 小泉又次郎に即帰代化で殴り飛ばされそうになったことがある。1922年、大正11年2月17日付の、周外日報に、第二子武勇列伝と題するコラム記事が出ている。武勇列伝とは、あまり酷だ。我々だって武を標榜して占領になったわけじゃない。文によって一金として占領になったというのに、とは、昨日の衆議院の二階廊下で、 中島六三があの大きな太古服突き出しての大瀬であった。で、次は野党側へとメガネを向けよう。まあ、ず野党の議席を見渡していつも、金仏様のように目前と控え、しかも一丁ことある時は何事かを引き起こさん。面構えをしているのに、よし磯吉親分がある。磯吉親分は、人も知る、炭鉱太郎として、九州に大縄張りを持ち、 今万ズ委員のなさえある人だけに、イサムにおいては、他に匹敵する人はあるまいというから、未来の占領になろうとする者の,の好典型だろう。続いては、臨時議会の時、国政院総裁賞カビラさんを、即帰大化で殴り飛ばそうとして、一大波乱を、剣を越した、三浦軍の大親分、小泉又次郎さんで、一肌脱げば、栗からもんのすごい人である、親分議員が、吉田曽木千和とではなく、 与野党に数多くいたことがこのコラム記事から理解できる。この時代の正解には某をもって某を制する理論が公然とまかり通っていたわけで、まさに政治語る者は腕前がなければならぬのであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。